うん。まさかまさかのススタケが。え、それススタケじゃない？え、やられたん？やられてる。あ、それはあれ。動物が先来てるんだ。ほら、あれ。これけ。お。険しいな。それいけやん。ほほ。出曲がりだけ。まさかまさかの4月末で。10日以上早いな。そうやね。結構早いね。早いやろ。おお、まさかすすだけが取れるとは。4月末だぞ。今年はおかしいよ。先客おる。動物。ねえ。動物か。食われてるね、これね。全部食われてる。猿かな。猿だろうな。多分、そうだね。うわ、ウドの楽園。楽園。4月末でこの大きさ、経験ないよね。やばいね。やばいよ、今年は。5月。5月前だよ。だよね。5月前にして こんな大きくなってる。俺は経験ない。やばい、今年は。うわー、すごい。はい。全部ウド。30本、30本コース。多いな。ね、あっちにも、あっちも全部ウド。上に、上にもあるね。うん、いやこれやっぱ10日は早いよね。ちょっと太いやつ選んで上からガスッと。はい、今年初物。初物がまさかここまで大きくなってるとは。ちょっと大きいね。いつも4月末ならこの辺だったらまだ10センチほどなんだけどね、出たばっかだけども、3倍ぐらいになってる。どうしようかね。いやー、本当に今年早いわ。どう？はい。でかいな。でかいわ。でかいです。このサイズはもう5月半ば。5月半ばまで、そうやな。5月10日とか、そんな感じだよね。もう10日以上早いね、やっぱ。もうゴールデンウィークで完全に山菜シーズン終わりだな、これ。相当標高上げないと取れなくなるね。これがまだちょっと太いかな。おお、いいね。でかいけど。でかいけど。太さはまあまあ。はい、これいいよね。うん。これぐらいの大きさがまあまあ。もうちょっと小さくてもったいいけど。だよね。ね。匂いすごいな。匂いが。ウド臭。うん、これもまあまあ。かった。よし。ほい。ここら辺ちょっと見てみ。ああ、いいね。ここら辺。可愛いサイズ。これが例年のベストサイズだよね。4月末だ。こういうね、ほら、出始めのやつ、今だよね、ほら、本来ならね、本来ならこれぐらいが日向の一番いいとこでこれぐらいだったもんね。日陰の一番悪いとこ。日陰でこんなもんやから。ほら、やっと出始めのやつたちが、こっからちょっといいやつ、太くて短いの選んでみよう。ちょっと掘って白っぽいとこの、これぐらいがね、本当は毎年これぐらいのやつが取れるんだけどね。あ、いかにも美味しそうな感じの山ウドですね。
長いね。例年サイズはこれ、今年はもうこんな大きいの倍以上本当な、全然違うよな。スタケありました。まだ小さいけど、4月末でススタケは記憶にないです。根曲がりだけとも言いますね。根から曲がってるので根曲がりだけとかススタケ、こんな感じの呼び名ですね。一番最後にね出てくる山菜なんですけどね、もう4月の末ですでにこれが出てくるっていうのは非常に、今年はおかしな感じになってるってことですね。あっという間に終わりそうです。今ね息子が上の方見て来てくれてます。父さんあった、うどん、あ、うどんあるうどんもある、あ、うどんもあるか。ここにいいスタケありましたね。よっこいしょ、これいいですね、いいサイズです。いっぱいいっぱい取れたよ。え、いっぱい取れたよ。さすが、おお、いっぱい取れたねんか。さすが息子だ、 10代のパワー。あ、てかそれ洗う、あのすぐそぼ折れるのもあったんや。いいね、いいよこれ、それ一番いいかもね。え、根曲がり、うん、まさに根曲がり、根が曲がってる。これここぐらいまでしか入ってなかったんや。あ、掘ったら掘ってこんだけんね。そう、意外とあったから、いいよ。いや、4月末でこんなね、すごいわ今年ね。ここがいいかな、ここ、ここ足らへんかな。すごい、このスタンド、一枚のね、やった。はい、ここに上場味噌があります。通称水、あと吉名とか言われるやつですね。まあ全体的にまだ小さいんで、今日は収穫はやめとこうかなと思います。思いのほかね、ススタケが出てたんでね、吉名の方はまた今度の楽しみにして、今日はススタケの方メインでやっていきたいと思います。ここにね、かわいい三つ葉も出てますね。これもね、まだまだ小さいんで、大きくなったら収穫しようかなと思います。実はね、自分の自宅の庭にね、いっぱい三つ葉は咲いてるんですけどね、まあいつでも食べれるんですけど、まだ山で採るのが楽しいんでね、うん、朝月採りに来ました。かなりでかいね、朝月はね。まあこう標高が高いところだからね、まだ採れるけど、もう無理だよ、ね、うん、醤油漬けにしよう。上は薬味だね、多分いいサイズだよね。どう、まあ、もうそんだけ葉っぱ大きいからね、これくらいだね。ああ、まあまあ朝付きだからね、うん、そこまで球根ね、これを醤油漬けにして、上は薬味でいただきましょう。まさに旬の大きさ。朝月の楽園だよね、ここ。すごいね、立派な朝月だわ、一面朝月、すごい、わあ立派、これ立派や、うん、ね、あ、もうこれで十分だわ、ちょっと残ったね、美味しそうだわ、あ、うん、ね、美味しそう、美味しそう、うん、ね。イワナの住む川だから釣りもしたいけどね、今日はそんな時間がない。いい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 、いやすごいな、もう最盛期やんそう、すごいな、ほらほらほら、すげえ、取ってってよすごいすごい、わー、ほんとだ、最盛期だね。
4月末で最盛期、どういうこと？やばいわ。スズダケはもう1ヶ月ぐらい早いの気づくけど。ほら、まだ出始めね。ここ去年5月末に来ていい感じあったんでね。うん、1ヶ月早いじゃん。これもちょっと生える。おお、いいのある。よいしょ。おお、いいね。よいしょ。よいしょ。よいしょ。そう。いやー、今年は本当早いですね。あっという間ですわ。4月末でこれですからね。経験がない感じですね。なかなかの急斜面だから大変だ。こんなもんやね。まあこれ4月の末だからもう伸びきっとるやつもあるしね。ちょっとね、やばいね今年。ダメだ、もう最盛期だ。おかしいね、ほんと。よっしょ。よっこいしょ。よし。よいしょ。よいしょ。よし、おお、これはいいわ。最盛期4月末すすたけです。食べれる？ん？なっちゃんの好きな水は今日ない。すすたけは？ん？いい？食べる？うまいちだね。吉田も好きだもんね。上場味噌。上場味噌ない。
はい、今日はうどとあとすすだけですね。この2種だけですね、今日の山菜は。天ぷらとすすたけの焼いたやつとかね、きんぴら、こんな感じですね。シンプルな料理です。ではいつもご視聴ありがとうございます。お疲れ様です。はい、これは、ウドのきんぴらですね。皮も入ってますね。捨てるとこがないウド、きんぴらでいただきます。味付けはね、醤油とみりんだけなんです。シンプルですけど美味しいですよ。うん、今年初ウドですね。うん、やっぱりウドは美味しいですね。これはね、ウド、これはね、定番の酢味噌ですよね。それでいただきます。よいしょ、ウドの酢味噌ですね。うん、まあこれが定番のね、美味しさですよね。このウドのね、酢味噌をつけて食べるっていうのはもう定番の料理。これがシンプルでうまい。これはね、すすたけをね、皮ごと焼いたやつですね。まあ、これが皆さん一番うまいっていうんじゃないですかね、このすすたけは。目曲がりだけ見ますけど。これはね、簡単にオーブンで焼いたやつですね。これね、醤油とマヨネーズを混ぜたやつ。マヨネーズ醤油。いただきます。うん、うまい。うまいっすね、酢だけ。この皮ごと焼いてね、マヨネーズ醤油でいただく、まあ最高です。これは酢だけを茹でたやつですね。これね、まあ酢味噌とかマヨネーズ醤油で食べるように作ったやつですね。時間があればね、炊き込みご飯にしたかったんですけど、時間がなかったんでね、こんな量になっちゃいました。これもね、マヨネーズ醤油でいただきます。うん、うまい。まさかね、新学期の末でスースだけがこんなに食べれるとは思いませんでした。2週間早いです。あとはすすたけの天ぷらとね、うどの天ぷらですね。今日はこんな感じの料理になります。すすたけの天ぷら、うん、うまい。天ぷらね、醤油とみりん、それだけ。これは明日中に食わんと。